時刻は8時22分回りました。東京 FM 中西哲夫のクロノス、毎週火曜日のこの時間は川崎フロンターレの試合結果や最新情報、選手へのインタビューなどをお届けしますクロノスフロンターレリクエストです。さあ今週はですね、なんと鬼木徹監督と電話つながってます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、まず僕からお礼が言いたいんですけども、はい、何ですか。監督就任1年目でクラブを初優勝に導いてくださってありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。本当に、はい、優勝決まった瞬間に、はい、自分がカメラ撮られてたじゃないですか。あ、全然知らなかったですけどね。もちろん、はい、そうですよね、はい、試合が終わった瞬間は、うん、優勝したって分かってなかったですか。そうですね、まだ分かってなくて、みんなが飛びついてきて初めて言われて、コーチ陣にやったよって言われて、はい、はい、0-0 だっていう情報は鹿島と岩田がね、うん、最後ギリギリまで入ってきてたんですか。あ、全然僕には一切入ってなかったですね。監督には入ってなかったんですか。入ってなかったです。他の人にはちょこちょこ入ってました。どうやら どうやら どうやら決まった瞬間はいかがでしたか。いや、決まった瞬間はなんか嬉しさとほっとしたのが両方込み上げてきて、うん、はい、ただそれと同時になんか周りのこう、ね、サポーターの人とか見たら泣いてたりとか、選手も泣いてたりして、そこでどっと喜びがやっぱ出てきましたね。うん、僕はもう中村健吾の涙を見て僕も涙が出てしまいましたけども、鬼木監督も、ね、涙やっぱり出てましたね。そうですね、やっぱ長かったんで、うん、やっぱその思いはやっぱみんな大きかったのかなと思いますね。まあ、こうやって今僕と話してますけど、98年のね、うん、博多であった J1 参入決定戦で、はいはいはい、負けた時も一緒にプレーしてましたし、はい、そうですね、あれもうかれこれ20年ぐらいの、うん、まあ、中ですけども、はい、フロンターレがここまでまさか優勝できないっていうのは僕もちょっと思わなかったんですけど。いかがですか。いや、やっぱりなんだろう、当時からもう本当個人のね、うん、力っていうのはそれぞれね、いい選手いっぱいいたから、はい、うん、でね、年々どんどんいい選手また増えてってっていつかはっていう思いはあったけれども、はい、やっぱり難しいんだなっていうのはずっと感じましたね、改めて。で、まあ、今年もね、だから去年もね、うん、元日天皇杯決勝で鹿島負けて、はい、ACL 浦和に大逆転負けを食らって、はい、でルヴァンカップね、11月にセレッソにまた負けて、うん、はいはい、このルヴァンで負けた後っていうのはかなりこう選手の落ち込みも激しかったんじゃないですか。そうですね、もう本当にルヴァンカップに関しては本当に、まあ、選手もそう、まあ、特に選手は本当に大きかったですね。長かったし、その落ち込んでる期間が、でそこから選手が口々に、はいはい、やっぱ鬼木監督が優勝をまだ諦めてはいけないと、はい、リーグの方をね、はいはい、あの時点ではかなり難しい状況だったじゃないですか、はいはい、あそこでやっぱり鬼木監督がこういろんなことを言ってくれたおかげでって話をしてたんですけど、はい、何選手に言ったんですか。いや、もうとにかく、まあ、信じるっていうこと、うん、で、まあまあ、さっきもおっしゃってましたけど、諦めないっていうことを、それはでもね、監督就任する時から、はい、うん、もうその時期に優勝争いしてれば何か起きる、何か起こせるっていう、それは首位にいようが2位にいようが3位にいようがっていう思いがあって、うん、でその時にちょうどまだ戦えるところにいたので、うん、あとはやっぱり、まあ、他力だったんですけど、うん、もうとにかく他力じゃないっていうことをずっと選手に言ってて、他力じゃない、これは他力じゃない、これは自力なんだっていうことを、はい、とにかく3試合勝てば絶対何か起きるっていうのはずっと言い続けて、本当、まあ、要は自分たち次第で何か変えられるって、うん、自分たち次第崩れなければっていう思いがあったので、それは言い続けて、うん、ただまあ最終的にやったのはやっぱ選手なんで、
それはすごかったと思いますよ本当に。まあ、ただね、あの浦和レッズの試合に勝って 1-0 で勝って最終節を迎えた時に、うん、はい、これはもしかしたら最終節で何か起こるかもしれないなっていうのはありました。あ、それはやっぱりありましたね。その前に鹿島が柏とホームで引き分けた時に、うん、そうですね、うん、そこで、まあ、本当に自分たちでいいサッカーし続ければ勝ち続ければ絶対何か起きるっていうのは、うん、気持ちの中でありましたね。そして今シーズンなんですけども、はあ、まあ、まだ始まってませんけどねチームは、はいはいはい、鬼木監督の中で今シーズン、まあ、当然、まあ、連覇っていうこともあると思いますけど何か期するものありますか。やっぱりそこへの、ね、思いっていうのはあります。まあ、もう全てのタイトルに、ね、やっぱりチャレンジしたいなって思いは強いですよね。みんなそういう悔しさを去年かなやっぱり味わっているんで、うん、まあ、あとはやっぱりもうコツ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 、まあ、しっかり毎日トレーニングしていくっていうのが一番大事なのかなと思いますけど。わかりました。本当に朝からありがとうございました。ありがとうございました、はい、今シーズンも期待してますんで。はい、ありがとうございます。どうかよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで貴重な貴重な鬼木監督のね生でのインタビューをこう、まあ、答えていただいたんですけどもね、本当にあの奇跡っていうのは奇跡じゃなかったってことを改めて分かりましたしね、まあ、今シーズンのフロンターレのさらなる躍進に期待したいと思います。